選手を顔上げてずっとやってくれました。もちろん今日もそうですが、勝ち点取るっていうのはありえない、勝ち点1は受け入れられない試合っていうのを多く経験しました。あと少し何かが足りない、ただ個人のほんの少しの成長を監督である私が手助けできれば、個人があと少しの成長を努力できればこのチームは大きく変わります。練習の目標に手が届く、そのサッカーができている、あと少しのところまで来ている、今日もそれを証明しています。この悔しさはチーム全員が今シーズン持っています。開会したときに無観客試合、人数を制限した試合、そしてコロナ禍の中でなかなかスタジアムに来られない方々がいて、ファンサービスもできない状況でした。多くのサポーターがいて、大声援の中で選手がプレーする、それがどんなに特別なことか、どんなに特別なことないか、それを思い知る2002年でした。皆さんが声を出さない中で、皆さんの気持ちは我々は痛いほど伝わっています。本当にそれに応えられなかったのは、私の力のなさです。申し訳ありません。このコロナ禍の中で今年1年支えてくださった多くの皆様、改めて御礼申し上げたいと思います。本当に1年ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。続きまして、今日の決定は代表取締役社長千田慎吾よりご挨拶を申し上げます。長くお待たせして申し訳ありません。私は今日初めてこの天然芝のグラウンドに立ちました。ここは監督コーチ選手の聖域です。フロントになる私は絶対ここに立つまいと決めていて、今日初めてここに立ちました。雪のある天然芝がどれだけ試合にしにくい、しづらいものかをこの川口のところで体験してしまいました。今日本当に勝利を逃すことになってしまいましたが、選手は懸命に戦ってくれました。私は大好きな上福監督とほとんど会話ができません。コロナです。選手とも会話ができません。なんとかファンの皆様、サポーターの皆様に選手たちの気持ちを届けたいと懸命にメディアの皆さんや SNS の力を借りて発信しようとして、しかしまだまだ力不足であります。このコロナ禍、懸命に支えていただいたファン、サポーター、スポンサーの皆様に改めて心より感謝を申し上げます。上福監督の言葉にもありました、年間シーズンパス、シーズンパスポートを払い戻しをお願いしたとき、6割を超える方たちが寄付してくださいました。 J リーグ平均の倍の割合です。本
当に涙が出ました。そしてクラウドファンディング、いろんなことをグッズを買ってください、いろんなお願いをしました。ファン、サポーターの皆様は懸命に我々のために協力をいただきました。そして今ホームゲーム最高を迎えることができました。心底ホッとしています。でも本当にファンサービスはできませんでした。心よりお詫びを申し上げ、しかしこのコロナ禍であって何ができるのか、皆様にはお願いです。どうかコロナにかからないように気をつけましょう。そして風邪をひかないように気をつけましょう。そして我々には被爆の2年後、広島高等師範学校附属中学が、あの原爆の惨禍から立ち直って全国優勝したという奇跡の歴史がある、ここは広島のサッカー王国です。この広島の地の力を信じて、来年のサンフレッチェ広島に一層の国体をお願いしたいと思います。監督とともに、みんなとともに懸命に我々もフロントも戦っていきます。引き続きのご支援ご応援を心よりよろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。全体的にご挨拶をさせていただきます。来年2021年シーズンも熱いご声援よろしくお願いいたします。そしてここで今シーズンご覧いただいたチームメイト、全スタッフ、2020年のホーム最終戦を記念して記念撮影を行います。そしてその後